皆さんどうもおはようございます。そしてお疲れ様です。今日も旧江戸川やってきました。時刻の方は後で見せます。意外と流れも始まってますね。下げ潮が8時5分ぐらいなんですけど、もう下げ始めてますね。で水温がちょっと下がったな。16度ですね。 15.6 とか。ちょっと今日朝冷え込んだんで 15.4 とか。ちょっと悲しいですが、15度台に突入している模様です。濁りはそんなに変わらないですね。今ちょっと船来たからあれですけど、そんなに変わらない状態です。はい。そして今日はオペラのお兄さんの応援があります。で日付が、日付じゃない、11月6日8時6分です。で今日も相変わらず寝坊気味なんですけど、今日は8フィートです。なんでかっていうと隅田川に今日夜行くかもしれないので、仕事のあの終わり方次第なんですけど、ちょっと所用があるので今日は仕事を早く抜けなしちゃいけないんですが、その後の話し合いがどんだけ続くかによって隅田川行けるか行けないか変わってくるんですけど、一応準備全部バックの中入っちゃうんで、8フィートだとめっちゃコンパクトですね。で色も綺麗、カラーズ、STCS の 805MT の SB ですね。シティブルーだったかな、なんだっけな、青ですね。もう今日の洋服と全く同じような、いいんじゃないでしょうか、合うんじゃないでしょうか。で今日はですね、もう一択 VJ だけしかやらないです。なのでタックルボックスはここに置いて、今日はなぜかエタズリシさんが多いですね。僕がいる位置から上流側に2名ぐらい竿をいっぱい出してやっております。ということでやっていきます。お願いします。8時10分ぐらい、8時10分になってないか、スタートです。ちょっと8フィートなのでどうかな、久しぶりやっていきます。釣れればいいんですけど釣れないんだろうな。うわ短っ。やっぱ9フィートと8フィートだとね、ちょっと違いますね。全然。ちょっと違うね。これ満潮時ってか、今あんまり潮が下がってないんで前出れますけど、ちょっとスニーカーとかでやってる方もいると思うんですけど、濡れてるところになると結構前に出れなかったりするじゃないですか。この岩場滑るんですよね。常に水に浸かって、よく水に浸かってるエリアはよく滑るんですけど、そういう時はちょっとレングスが足りないなと思うかもしれないですね。もうちょっと欲しいなと思うかもしれない。でも寒いですね今日は。ちょっと今日はいつもの格好、T シャツに
ロンティ、ロンティの上にウルトラライトダウンで、今これレインウェア着ててちょうどいいぐらいですね。暑くはないです。ちょうどいいぐらいですね。はい。本当にゴミがすごいですね。ここは加工もすごいですけど、再加工もすごいけど、ここもすごいな。ボクシングみたいなのしてますね。反対側のオペラの人、ボクサーなんですかね。めっちゃボクシングみたいな、シャドーボクシングみたいなしてますよ。シャドーボクシングとオペラのコラボってすごいですね。よいしょっと。いやー、風がない日が続くから本当にありがたいですね。釣ってて気持ちがいいです。あと音声がブレないからいいっすね。ガサガサガサって風切り音が入らないからいいっすね。まあ僕のYouTube ってなんかそういう YouTube スタジオみたいなので、どういう年齢の方が見てるかとか、あとは男性女性がどのぐらい見てるかとか、あとはですね、一つの動画の平均視聴時間とかですね、結構細かく分かるんですよ。あと国とか、国って言っても日本か、日本が何パー、日本が 90%、 外国が 10% みたいな。外国はもう一括りになっちゃうんですよね。まあタイが何パーとか、中国が何パーとかじゃなくて、外国はもう日本以外は一括りになっちゃうんですよ。まあ意外と10% 近く外国の方も見てるんだなっていうのは、やっぱりそういうの調べてみると面白いんですよね。で、あとは年齢層がまあ20代後半から30代40代ぐらいやっぱり多いんですよね。やっぱ僕と同じような年齢の方が多く見てくださってるんですけど、もうみんな家買ったのかなと思って、家お家マイホーム、マンションなり一軒家なり、もうみんな買ってるんですかね。僕はちなみに買ってないです。人生で一番高い買い物と言われているマイホーム、どうなんですかね。もう皆さん年齢的には見てくださってる方は買って支払い中っていう人が多いのでしょうか。この川沿いも僕が昔通ってた頃の家とは全然もう違う家ばっかり、新しい家が建ってて、もう誰が住んでるか分かんないですよね。昔は近所通るすれ違うおじちゃんおばちゃんとかみんな知ってる人ばっかりっていいでしたけど、若い人も含めて今知らない人ばっかり、まあそれだけ人が増えたってことですね。新しい人は、外国の人も増えましたしね。今週末の天気なんかちょっと大丈夫そうですね。なんかあんまり悪くはなさそうな感じがしますね。
皆さん、あれどうですか、会社に好きな人いますか？好きな子、気になる子、もしくはお付き合いしてる子いますか？僕は学生時代も仕事時代も含めて好きになれたらもう彼氏がいても行きます。彼氏がいても、まあ奪いに行くって言い方は失礼ですけど、取りに行きますね。後悔したくないんで。まあイケメンじゃないから別にその成功率とかは悪いですけど、まあ、成功率意外といいかも。イケメンじゃないけど、めっちゃ悔しいじゃないですか。だって自分が好きな人が違う人とまあ仲良くしたりどっか行ったりそういうことしたりしたら、だから一応別にチャレンジするなんてのはただなんで、ただっていうか、まあ結婚してる人だったら別ですよ。その結婚してる人の幸せの他に子供とか旦那さんとかの幸せまでもぶっ壊してしまう可能性があるので、それはまた今テレビとかでもよく芸能人がしてますけど、その辺はまず別の話なんですけどね。会社で仕事の距離が近い人で失敗するとちょっとあれですよね、なんちゃっけ、その気まずくなる可能性はちょっとありますけど、まあずっと気になってモヤモヤしてるよりかは誰か違う人がアタックしちゃうかもしれないし、アタックって言い方も古いですけど、潜在化って感じです。やべ、またピーっつったな、大丈夫かな。フルキャストした、フルキャスト怖いな。この色は可愛いっすよね、青くて綺麗なブルー。よく赤はありますけどね、バスロットでも。まあブラックがシックで一番無難ちゃ無難ですけどね。大丈夫か。これラストキャストです。そうなんですよ。なんで僕は自分の立場をわきまえずに、高嶺の花だろうが、まあ大体高嶺の花好きになっちゃうんですけど、言ってました。成功率 80% ぐらいじゃないですかね。その時だけ肉食になるんで。行くだけ行った方がいいっすよ。ちょっとまあ僕のチャンネル見てる人がそんなに若い人がいないからみんなもう結婚しちゃってるかもしれないですけど、なのでもう一回ラスト、スーパーラスト。まあ僕が言えることじゃないですけど、後悔はしない方がいいです。だからこの YouTube もなんかまああともう人生を折り返しってわけじゃないですけど、欲に働ける、好きなことやれる時間っていうのが残り少ないなってくるわけですよ。多分50代とかになってくると足とかも腰とかも疲れてくるでしょうから、まあああいう磯とかも行けないでしょうし、いけないことないですけど危なくなってくるし、全体的に衰えてくると思いますし、だからもうちょっと遅いぐらいでしたけど、まあどうせやるんだったら
七尾さん神ですよと毎日行ってすごいですねって、だから仕事場の人に行って、皆さん僕神になりましたと宣言しましたよ、旧江戸川で神になりましたって言いました、言わさせていただきました、ゴッドですと、ゴッドぞろいですね、8162でしたっけ、違うかな、8193、まあギャンブルの話です、もうやってないです僕はギャンブルは、ちょっと これ一択でやりましたけども、知らないです、これから下げてくるんですもんね、もうちょっとしっかり、はい、だんだんデイも厳しくなってくると思いますが、皆さんもいい釣りをしてください、お願いします。なので、昨日も旧江戸川で夜ちょっとライトつけてやってたんですけど、やっぱ映んないんですよ、ライムイエローの洋服着てやってたのに映んないんですよ、もうちょっとあの一番強い照明がちょっと電池切れてたっていうのもあるんですけど、なのでちょっと隅田川だったら映るかなと思うんで、隅田川にちょっと今日夜もし時間が早く終わったら行きたいと思います。で釣れたら近々あげる予定なので、その辺もよろしくお願いします。ではバイト行きます、お疲れ様です、皆さんも残りラストスパート良い釣りをしてください、失礼します。